ついに来たか。いやー、今日の議題はこれだ。一番下が最も気になるところなんだが、まずは上から行くか。はい。自分もかなり驚愕しています。こちらからは以上です。いや、一応、プレスに出ている情報によれば、私ペースの新型車両を作り、来年頃から運行するということです。さて、東武線内はどこを走るんでしょうね。実は、東武グループ中期経営計画において日比谷線直通列車の速達性向上が示されてたのよね。ああ。だが、日比谷線直通への優等種別を作ると日比谷線の混雑が激化する可能性が高い。そうしたことを考えて、有料客席なのではないだろうか。詳しい停車駅などは気ま知り台別途お知らせするそうです。さて続いてはこれだ。恐れていたことがついに起きてしまった。性に執着しすぎじゃないですか。車両型式名称はそれぞれ17000系、18000系だ。なんとも予想通りな感じですね。それぞれ僕や08K3をどこか彷彿させるようなデザインですね。特徴としては、空調設備の高性能化、監視カメラの設置、フリースペースの増設などが挙げられている。おそらくそれに加えて、車内 Wi-Fi なども搭載されると考えられるな。ただしこれらは東京メトログループ中期経営計画でちょろっと触れられていた程度だ。おそらくまだ詳細まで決まっているわけではないと思われる。続報を待ちたいですね。それにしても、俺や8000も改造してそんな経ってないのに。早すぎやしないか。知らんのか？メトロってそういうとこ結構容赦ないぞ。だが、オリンピックまでは生きられる。ってことで、まあ頑張って生きていこうや。そうだな。頑張ろう。そういや、日比谷線の方はどうなるんですかね？さあ、まあ、どうせ声は全区間久野さんと千有さんなんだろうなって気がしてるけど。森谷亀井コンビみたいけどな。あと、観光船と急行船、どっから移るかだよな。スーパー各駅停車。とか、いつから優等種別と錯覚していた？